平島久保、平島久保、または、阿波久保は、決統的には、室町幕府十一代将軍、足利義住の次男、足利義綱、後の義阜湯の末裔で、家柄的には、足利義美から義種、そして、義綱と続く、足利将軍家の別家である。代々阿波国平島古心に従した。なお、久保と称されるものの、この、平島の系統で実際に、 将軍職に就任したのは、第十四代将軍、足利義秀のみで、義秀以外の人物には、将軍家一族という意味で使われる。平島原稿、または平島原稿の継承で呼ばれていた。明王の政変に加え、英将の桜乱まで勃発すると、足利氏の将軍職争いに、細川氏の官僚職争いまで絡んだため、機内の戦乱は複雑化し、長引いた。 足利義美の子である、足利義種と足利正友の子である、足利義純の,の争いは、機内の有力守護大名を巻き込み混迷を深めた。やがて将軍職が十二代、足利義春、義純の子で一本化されようとも、細川市では、細川高国と細川春元が、なおも官僚職をかけて争い続けていた。その際、義春将軍を、 名目上であろうと担ぎ出した場合には、現職の官僚、高国側が官軍となり、他方、晴元側が俗軍となってしまう。元将軍の吉種は、大英三年、1523年に、阿波で死去していた。そこで、吉住の実施でありながら吉種の養子となっている、足利義綱が必要とされた。義綱が吉種の子、養子であるという、 その事実こそが、吉原将軍に対して、厳然たる、対立軸として、有効に機能する権威であり、晴れ元側としては見逃せない、大きな魅力であった。他方、その吉綱としても、晴元に加担することが、あわよくば将軍への道が開けよう、やぶ吉種の無念を晴らせるであろうという利害の一致があった。その後、大英七年、1527年の桂川らの、 戦いで敗退した高国が、小中の玉、吉原将軍を伴って、大見国坂本へ逃亡したため、立場を逆転させた、吉綱、春本体制は、泉国で新政権樹立の足掛かりを築くまでになる、井久保を、挽回を期する官僚、細川高国を、摂津国にて撃破、自害にまで追い込んだ春本であったが、この後は徐々に変身した、空位となった、 官僚の座に転がり込んだばかりか、突如として、義妻を捨て、義春将軍を衰退する側に回ったのである。しかも、新官僚、春元は、自らの保身に余念なく、それまで、春元軍の中核であった最有力機関、三好氏の弱体化を図り、泉国の建本寺を、敵対宗派の一向一気に襲わせている。建本寺を根拠地としていた三好氏の総帥。 三好海運入道は、吉綱を阿波国へ逃がし、自らは自害して果てた。こうして、堺久望は消滅した。将軍就任の夢を絶たれた吉綱は、阿波平島で閉塞し、三千貫の所領を得る。吉綱の血統が、一般的に、平島久望と呼ばれる起源となった。元町の維持、ま次郎長慶は、長い歳月をかけて、 暴風以上に勢力を伸ばすと、終わりには春元を追い落とし、幕府の昇番衆に上り詰めた。実質、幕政の中枢を握ったに等しい事態である。その間、平島久保の決闘は、三好氏の庇護を受け、いざという時の切り札として養われ続けていたとはいえ、将軍への道を開かれずに過ごしていた。やがて、長兄の死去に伴い、三好氏では、三好三人衆による、 指導体制に移行されたが、幕政からの三吉支配上も黒む十三代将軍、足利義照への対応に苦慮するようになる。困り果てた末に、永禄八年五月十九日、1565年六月十七日には二条五章襲撃、義照将軍を侵略するという暴挙に出た、永禄の変。将軍に辞任を迫ることがあっても、命を奪うまでの行為は言うなれば禁じ手であったが、 平島久保の存在が実行に踏み切らせた一大事件でもある。新将軍に迎えられるにあたって、堺久保を消滅時には20歳余りと若かった。吉綱は病気のため除外され、その長子、吉地下、左馬頭に助任され、吉秀へ改名が擁立された。ところが、三好三人衆が松永久秀との内部権力構想に明け暮れ、吉秀の将軍就任への働きをおろそかにした。 結局、将軍につけたのは、A61 年2月8日、1568年3月16日。前将軍、吉輝襲撃から、2年半以上の歳月が流れている。しかもその間、吉秀は入京さえ、ままならず、将軍宣言を受けても、なおも摂津国に泊まり続けていた。わずらっていた腫れ物を悪化させていたことも影響した、との説もある。 しかも、将軍就任に向けて無駄に歳月を浪費した事態は、新体制を固めきれない、三好政権には好ましくない結果をもたらした。同年9月、前将軍、義輝の辞典である、足利義明を衰退する織田信長が、落軍を発したのである。大見国の六角氏を尻けて進軍する織田軍とは、義秀をいただいての決戦を、 選択肢に残していた三好氏ではあったが、結局は、阿波国への退避を選択した、吉秀の病没により、断した可能性もある。その後も、小田氏への抵抗を幾度も示した三好氏ではあったが、選挙区の悪化により、機内復権の道は閉ざされた。吉秀が死去しても、弟の吉助によって加盟は存続された。だが、義明政権の後ろ盾であった、信長軍は三好氏、三吉 その没落後は、長我部氏が単体で退けるには、力の差がありすぎた点に加え、独自の兵力がない久保家であり、吉秀氏もに例えば、小笠原誠介に行動を妨害されるなどして、徐々に存在感を消していった。豊臣秀吉の天下になっても一万国という、待遇を保てた、足利義明、江戸幕府の下で、大名閣の扱いを受けた吉鶴川氏、 鎌倉久保家の公営、さらには、佐ヌ帰国から探し出された上に、熊本藩士として召し抱えれた、お池義立、義輝の意地と言われるのような人物のこの西山、至るの、お池東西門ですら全国の淵を受けていたという、事態とは、対照的に、食法家は愚か徳川家における八塚市の、各商事でも、平島久保は礼遇されていた。その一方で、売身でありながら、 道場格下である水瀬家や寿命院家の娘や、西野東院家の養女を妻に迎えた当主もおり、権威や血筋なら、京都では、ある程度は認められていた。しかし、実際の暮らし向きに、権威や血筋が反映されておらず、阿波徳島藩主、八塚氏からは、確証として扱われたとはいえ、吉綱以来の三千貫の所領没収の上、茶の湯量として、 わずか百国しか受けられなかった。八賀氏としては、領内に、このような権威を持つ特別な家が存在することは、好ましくないが、領外に退去させることも踏み切れなかったためである。慶長十三年、1608年、足利義治は、足利氏の加盟を、平島氏に改正させられ、平島又八郎と名乗らされ、久保家の藩に対しての取り次ぎ窓口を過労職から、 一般より愛階級に振り返るなどの一層の礼遇、受けた。そのような不遇下でも、歴代当主の中には、関石などに長けたもの、例えば、吉則などが多く、一大文化拠点のようなものを形成していたことも、あった。四代、吉地の代には、丘陵の内七浦山が変換され、五代、吉影の代には、元米百国の合力前が許され、やがて明和年中。 1764年から1771年には、現米950国が旧され1190国まで治療が仮増したなど、ようやく待遇の改善も見られた。八塚治虫の幼少の頃は、友好関係を取り戻していた。だが、文化2年、1805年、旧大ギネは病気療養を名目に、阿波退去の許可を交うた。藩主、 八チスカ・オは高額であったため、義婚の教養を惜しんで引き止めたが、義婚の意志は変わらなかったため泡退居を許可し、義婚には選別として銀三百枚を、平島家代々の墓がある西高寺には、墓守領五十国を与えた。退居の真相は明らかではないが、吉則の頃より、平島家が松平山と守や多くを刺激した。 八チスカ刺激及落とし工作に対する八チス家の平島家への異種返し、栄転の剥奪などに耐えかねたという説や、屋敷や、寮内の七浦さんの上質の木材を未処分のまま、慌ただしく退去していることから、義婚の子、義弘を、紀州藩に仕官させる内訳があったため急いで退去したという説がある。しかし、急いで退去したというには疑問がある。というのは、退去を、 久保岡が阿波藩に届けてからかなり経過しておること。それについて、退去特則状を阿波藩が久保岡側に出していること、退去費用年出のために屋敷の施設を各所に売却するなどしていたこと、退去時の同行過信は、久保が平島に居つく、以前のものに限ることなどを阿波藩が布告し、その通りにさせていることなどが挙げられる。また、吉弘の士官の伺いは、 淡い居後に出されていること、安政年間に、義春が、紀州藩家老宛に、治行地もしくは邸宅歌しの願いを出している子などが、挙げられる。徳島県氏がこれらに触れていないのは、返纂時に、平島川資料にそれほど寄っていないためだと言える。その後は、母方実家の刑に今日定め、生を足利に戻したが、六もないので次第に休泊したので家臣の数も、減らしていき、 紀州徳川家からの援助と当寺院など、足利氏ゆかりの寺院からの援助で、細々徳内でいたという。紀州家は、八須賀家にも援助することを求めたが、八須賀家は退去の経緯から断っている。その後、義弘は、公家の桜井家に仕えたという。明治後、義春は、足利将軍家の正当な末裔として、家族として偶されるように運動を行ったが、 多くの家族取り立て志願の家と同じように却下された。実収入の伴わない、名門家族にはもともと反対の声が多く、受釈に失敗したのみか、阿波藩から脱藩していたため氏族にもなれず、落成の下山、田村、現在京都市西京区に適応し、平民となった。平島久保家の刑図は、刑図産用にも登場する。平島久保館は、協力5年、 1532年に、堺から阿波に逃れた吉綱が、天文3年、1534年に、阿波国平島省骨村、現在の阿南市中川町骨阿座居の平島類を、集築して建てた館。平島久保九代姫が、文化2年、1805年阿波国を退居するまで、約270年間、平島久保が代々居住した。現状は、 水田の区画にのみ、その縄張りの跡を止める。吉祥寺は、平島久保の隠居所とされていた。西高寺は、平島久保の菩提寺。足利義冬が、平島間に仙留まで投流していたことがある。平島久保家に伝えられた中世、近世英文書群である、阿波阿蘇都市英文書は、徳島県旧中川町で、長州編纂にあたり調査が行われた。 現在その一部は、阿南市立阿波久保、民族資料館、旧、中川町立歴史民族資料館に帰宅され、常設展示されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。